皆さんどうもです。カブ君おはようございます。佐賀アリーナへ行かれた方、まだまだ余韻に至っていますね。テレビ観戦組だった私も、あの貪欲な羽生さんには釘付け、ある意味玉ありよりも迫力が気力がくあったような気がしました。うん。鶏、えー、と蛇と豚の三毒様は、えー、もちろんクジャ様にもはもう、怪しい雰囲気がたまんなく良かったです。後半の天ションでクイエムと、白様は上に満ちていて、 えー、儚はかなくこのようなもんではないように美しかったですね。あ最終公演の横浜へは絶対行きたいです。横浜公演のチケットは、テラさんではないけど、娘に任せました。えー、強気でアリーナ席を第一希望に、娘に、えー、女神が微えむことを願っていますが、あのーあら、ええー、すごい、えー、争奪戦に間違いないです。うん。にうれは、どこまで斜め上行くのかしら。 うん。いや、またすごいね、チケットどうな。これ、これがね、一番でもの課題ですよね、本当にね。チケットをみんなが当たるためにどうすればいいでしょうか。うん。はい、えー、こんにちは。ともです。えー、乗って公式選考8日、落選でしたと。うん。7日から仙台入ってゆずくん、聖地巡りして8日、公演見て帰るつもりでした。 残念。7日の午前中、秋保神,秋保神社で、えー、参拝しているリプレイの、えー、水のパーカーを着ている女を見かけた。ら声をかけてくださいとお。なるほど。カブ君、ありがとう。こんなコメントできる場所はありがたいです。おな,なるほど、えー。7日の午前中、秋保神社で参拝しているリプレイの水のパーカーを着ている女ということだし、あ、これがご本人さんですかですね。 あ、ちょっと待って、皆さん、あのー、聞いていらっしゃいますかこれ、ちょっと皆さん、声かけてください。もし、いらっしゃいましたら。うん。えー、マサダ・デュキラさん、どうもです。かぶくん、こんにちは。仙台は今晴れています。チケット当選された方々、おめでとうございますよ。あー、ちょっと待って、おでございます。私も地元開催だから、まだ諦めてませんよ。うん。夢の中に羽生選手が出てくる今頃、今ご今朝。 目が覚めたらしばらくドキドキ。うん。羽生選手がカブくんテレビのカブくん会にコメントをしてきて、カブくんもこのお部屋の皆様にびっくり露店でしたが、もう感激もんで、え羽生選手がカブくんテレビのカブくん会にコメントしてって、カブくんもこの部屋で皆様はびっくり露店でしたが、え本当にえどういうことえ羽生君何僕の YouTube に話しかけてきたえ,えっと、ゆめさんが羽生選でみたいなのを。 え、コメントをしたんですが、文章を覚えていません。え皆さん、毎日僕をためにたくさん宣伝をしてくれたり、それを毎日読んでいかさっているのかぶさんもありがとうございます。イムさんの〇〇っていう表現が面白かったです。リプレイ、横浜公園、も 乗っていったらタなたも皆さんに思いが届くように、え僕もこれからスケート頑張っていきますっていうコメントをしていました。夢様は勝手に私の夢の中に登場させてごめしてごめんなさい。あ、そういうことなんだなるほど。<laughs> ね、<laughs> 本当かと思ってました。夢の中で登場したんですね。<laughs> へぇ、なんか結構、まさわるいでしょ、夢見ますね。羽生くんの。うん。羽生くんが今僕の YouTube チャンネルにコメント本当にしたのかと思って、ちょっとビビりましたね。うん。 はい。というわけで。皆さん、どうもです。かぶくん、こんにちは。1月24日発売。エスカパーテレビガイド BS たす CS。二月号の表紙に羽生さんが登場と。で、アマゾンや楽天ブックスなど予約殺到。予約だけで、成功なし、書店でも取り扱っているらしいとか。特集として、表現者羽生結弦の祈りを取りかけてと。うーん。いうことですね。これは、なんかね、あの、速報情報なんですけども。 また予約殺到ということですね。えー、BS たす c s ので、ハニュ君登場ということですね、表紙に。うん、もう完璧ですね。完璧ですよ。えっと、あとでヨコさん、どうもです。カブ君、こんにちは。リプレイ、サー公演ライブビューイング、新潟西会場を中止の払い戻しの手続きをチケットピアクロ,ッククロークでして、えー、来ました。サ、うんえー佐賀公演が見れなかったけど、 横浜もチケットは諦めてないし、横浜の到落は25日分かりますと。うん。ハースの乗ってステラータは待っています。楽しみ。うん。ですね。こちら楽しみですよね、ほんとね。ただまあ、横浜の到落、これ、ちょっと当たったらめっちゃ嬉しいですね。これはちょっとレアですよね。なかなかないから。うん。皆さんのチケット、えー、取れますように祈っておりますので、これで終わりにしていきます。